まあ楽しみにしてました、ね、はい、勝ちましたよ。まあ嬉しいです、はい、嬉しいですか、はい、さあこれでどうでしょう、ご家族も友達もスタンドで今日は見てたと思います。そうです、久しぶりにあの友達とかあのここの監督とか両親にあの高校の時のようにね、あの清原らしいホームランが出たんでね、とても嬉しく思ってます。それでは最後にそのスタンドの皆さんに一言お願いします。いや今日はあの温かい声援どうもありがとうございました。見事オールスターゲーム第2戦最優秀選手に輝きました清原選手でした。どうもありがとうございました。それでは放送席どうぞ。いやいや、インタビューも立派なもんですね。そうです ね、さてそれではコマーシャルをお送りしてその後表彰式をお送りいたします。中盤セリフが追いかけましたよね、うん、山田投手東尾投手の失点なんか見てるとちょっとそういう寂しさみたいなものは感じますね。そうですね、田淵さん、はい、広島はどうなりましょうね。広島ですか、はい、第3戦あそうですね、やっぱり意外とね第2戦私は打撃戦だと思ったんですけどね、うん、まあやはりピッチャーが若手が多いということでね、バッターがもう一つ戸惑ってますよね、うん、ですからこのベテラン投手に対してはね、まあ、狙い目もどういうボールを放るかもバッター知ってますからね。なるほどね、最優秀選手になりました西武ライオンズの清原選手に賞が贈られます。毎日放送の田辺専務から MBS 賞が今贈られております。田淵さんも小林さんも本当にお熱いところでありがとうございました。どうも失礼しました。穴吹さん、はい、これからの広島での第3戦をちょっと占ったらどうなりましょうね。そうですね、あのピッチャーがね意外と若い人をたくさん残してますし、ね、うん、3戦目はセントラルが一生懸命あの勝とうとしてくると思うんですけれども、うん、またやっぱりいいゲームになるんじゃないですかね、うん、そんなに一方的なゲームっていうものは考えられませんね。昨日も今日も本当にあの接戦でしたからね、はい、そうですね、安藤さん、はい、誰が今度は広島では活躍するんですかね、うん、やっぱり広島勢じゃないでしょうかね今度は、あの山本浩二あたりなんかベテランの意地を見せるような気がしますけどもね、うん、ただセントラルも2連敗してますから、はい、明日は頑張るんじゃないですかね。明後日ね、1日置いて、明後日ですね、はい、それとやはりあの選手会が昨日ね、はい、なんかオールスターゲームを2ゲームにしてくれというような要望を出してましたよね。はあはあ、分かりますね、こういうゲームやはり3ゲームあるというのは疲れますから、はい、できれば東と西で1ゲームずつぐらいが理想じゃないでしょうかね。確かにあの昨日今日は非常に行楽、昨日の後楽園今日の大阪内容がある試合って言ったらおかしいけど相当濃くはありますね、はい、試合数が減ればなお内容が濃くなりますからね。穴吹さんやはり、はい、あのこの暑い時に3試合というのは相当負担になりますかね。負担になりますけどね、お客様はやっぱりねあの3試合のあのチクチクでね見たい人が多いんじゃないかと思いますけど ね、まあ、それと、選手のいわゆる積立金の一部にもこれはなってるわけですからね、はい、そうですね。ですけど昨日といい今日といい本当に夢のあるね本当にあの皆持ってるあの力を技を見せてくれたいいゲームでしたね。そうですね、最優秀選手の西武の清原、優秀選手賞が広島の高橋義彦、南海西川投手、それから太陽の加藤博和外野手、そして、南海ホークス山本和典選手、昨日最優秀をもらいました。その山本和典選手、いろいろな表彰が今続いております。1986年のプロ野球オールスターゲーム第2戦延長に入る好ゲーム、特に清原、初陣の清原のホームランが印象に残りましたが、結局延長11回4対3オールパシフィックが勝ちまして、オールパシフィックの55勝39敗4引き分けとなりました。第3戦は1日明けて22日広島市民